オーレさんは眠っている子供に素敵な夢を見せる妖精ですどんな夢か一つだけお話ししましょう小さいヤルマンが眠りについた時こっそりオーレさんがやってきて夢の中に一枚の絵を出しました大きな湖が描いてありますオーレさんはヤルマンを抱き上げて絵の中に入れました ヤルマがボートに乗ると頭に青い星をつけた六羽の白鳥がボートを引き始めましたやがてボートは森のそばを走りましたボートの後ろには美しい魚が金色や銀色の鱗を光らせてついてきます赤や青の鳥たちそれに黄金虫もついてきました これが本当のの船旅といううものでしょうボートが森を抜けると美しい庭が広がっていてガラスと白い大理石でできた大きなお城がいくつも建っていましたお城のバルコニーには1人ずつ王女様が建っていましたがどの人もヤルマーの遊び友達でした夢の中のことですものね どのお城にも小さな王子が門番になっていて、ヤルマーを見ると、星ぶどうやおもちゃの兵隊を雨のように降らせました。ボートはやがて、昔、ヤルマーを育ててくれた乳母の住んでいる場所まで来ましたウバは手を振りながら歌いました。 私の可愛いやルマーや私はあなたを忘れないこれは乳母がヤルマーに送った歌でした鳥たちはみんな一緒に歌い花はダンスを踊り木々は深くうなずきましたちょうどお母さんがヤルマーにお話を聞かせているようにヤルマーに 幸せだひとときを与えました昔インドの壺作り職人が市場でロバを買いました立派なロバだったので職人はとても喜んでロバの首に縄をつけて家路を急ぎましたこれをじっと見ていたのが 二人の泥棒です立派なロバだいただいてしまおう二人は職人の後ろに近づいていきました職人は少しも気がつきません泥棒の一人はロバの縄をほどいて自分の首にかけましたそしてもう一人はロバを引いてさっさと自分の家の方に歩き出しました しばらくして首に縄をかけた泥棒が縄を引っ張りました。壺作りの職人がひょいと振り返ると、なんとロバを引いていたつもりが首に縄をかけた男を引いているではありませんか。ありゃ、ロバが人間に変わってしまったぞ。これはどういうわけだ。職人が叫ぶと、泥棒はこう答えました。俺は、 あんまり父親の悪口を言ったんで父親に呪われてロバに帰られたんだでもいい人に買われたから元に戻れたんだありがとうよこれを聞いて気のいい職人は「そうかそうかそれはよかったな」と言って泥棒の縄をほどいてやりました次の日壺作りの職人は 市場でまたロバを買おうとしました。見れば、きのう買ったロバとそっくりのロバを売っているではありませんか。職人は言いました。今度はきっと母親の悪口を言いすぎて、ロバにされたんだろう。かわいそうだが、お前を買うのはごめんだ。ロバは悲しそうにいな泣きましたが、壺作りの職人は何も買わずに、 家に戻っていったのでした。